アントニオ・デ・アンドラでは、ポルトガルのイエズス会修道士。インドのムガル帝国で宣教し、また、インドからヒマラヤを越え、踊り子以来西洋人として初めてチベットに入った、ことで知られる。アンドラでは、オレエロスに生まれ、1596年にコインブラのイエズス会に入会した。1600年にインドに渡航し、サルセット島で宣教活動を行った。 1621年に、ムガル帝国の首都アグラの宣教会長に就任した。当時、インドの北東に、キリスト教共同体があるといういくつかの報告があった。そこで、アンドラでは1624年3月に、州市マヌエル・マルケスと共に、ヒンドゥー教徒のヒマラヤ巡礼の一行に加わった。一行は、ガルワール王国首都のシュリーナガルを経てアラクナンダー川を遡り、 ヒマラヤを越えて、巡礼の目的地であるバドリーナートに到着した。そこから先に行くことは禁じられていたが、アンドラデは、マナ峠を越えて8月に、チベット西部のザパランに到着した。グゲ王国最後の王であるタシー・タクパでは、アンドラデを歓迎した。アンドラデは、冬が来る前に一旦アグラに戻り、新たに3人の宣教師も加わって、翌年再び、ザパランを訪れた。 王国と異なって現実には、キリスト教徒は、チベットのどこにもいなかったが、アンドラデラは、ザパラント、ルトクに教会を建設し、宣教を始めた。1630年頃、アンドラデはインドに戻り、ゴアのインド管区長に就任した。ところがドーネングゲ王国は、ラダック王国に滅ぼされ、400人ほどいたという、キリスト教会宗者は奴隷にされるか逃亡した。 5人のイエズス会宣教師は1633年頃、ザパランでほとんど遊兵状態にあったという。アンドラでは多忙のためにチベットを訪れることができなかったが、問題の解決のためにザパラン訪問の準備をしている最中の1634年3月19日に突然死亡した。症状から死因は毒殺であった。ビテックによるとアンドラでは ジョアン・ロドリゲスというポルトガル人の取り調べをしようとしていたが、その息子がアンドラでの飲む水に毒を入れたという。その後、ザパランには数回にわたって宣教師が送られたが、悲惨な結果に終わった。ありがとうございます。